ウスタッド・ザキール・フセインは、インド出身の世界的に有名なタブラ奏者。北インドの伝統音楽、ヒンドゥスターニー音楽を基盤としているが、様々な海外ミュージシャンとも共演しており、グレート・フル・デッドのミッキー・ハートや、バン・モリソン、ジョン・マクラフリン・ラト・シャクティオ、ビル・ラズウェルとタブラビート・サイエンス等を組んでいた。著名なタブラ奏者である、ウスタッド・アラ・ラーカの息子として生まれ、 幼い頃より、インドの伝統音楽に触れ、学び育った。12歳になる頃には来たインドのプロのミュージシャンと、共演をするようになる。父の後を継ぐようにして、下ある奏者のラビシャンカルのサポートをするようになり、1970年に、共に、アメリカにてデビューする。ニューヨークに滞在している時、ギタリストのジョン・マクラフリンと出会い、シャクティを結成。 1970年代半ばから後半にかけて活動し、活動を停止するが、後年、1997年に再結成し、リメンバーシャクティの名義でワールドツアーを行い、2005年に来日公演を実現している。1999年には、ビルラズウェルとのユニット、タブラ、ビートサイエンスを組んでいる。2008年には、 南インドのカルナタカ音楽等の反インドのパーカッショニストラによるマスターズ・オブ・パーカッションとの来日公演も行った。ありがとうございます。